皆さんこんにちは、エルザです。今回は対面をするときによく返り討ちに遭うという方向けの動画となります。スプラだけに限らず FPS や TPS の対面シューティングゲームで攻めに行ったはずなのにやられたということはよくあるのかなと思います。でもこれって初心者だけに限らず中級者までなら誰でも癖として残っている可能性がある行動なんですよね。僕自身も不慣れな時期っていうのは攻め方がシンプルだから対処がしやすいとよく身内に言われていました。このシンプルな動きこそが素直な行動となり返り討ちの原因となっていたんですよね。でもこの返り討ちってよくよく考えると実は自分が原因だったんですよね。ということで今回は対戦ゲームで避けたい3つの素直な行動として紹介をしたいと思います。なんだかゲームの世界でも素直に生きれないって辛すぎますよね。今後も更新をしていきますので動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まず一つ目の気をつけたい素直な攻め方は敵と直線的な対面です。これはお互いの視線の向きが問題となります。スプラなどのシューティングゲームは基本はまっすぐ飛んでいく攻撃となります。そのため相手と目が合っている時というのはエイムが悪くても最悪攻撃を受ける可能性が非常に高いです。例えばですが目が合った相手が無理やり自分の前まで直線的に攻めてきた時、対面するのってとても簡単に感じるということはないでしょうか。これを解明していくと敵がすでに画面内にいるのでエイムを合わせるのがとても楽なんですよね。で今の話は自分が対処する時の視点でしたが、これが逆に自分が攻める側だった場合はどうでしょうかっていう話になってきます。どう考えても無謀な突っ込みですよね。またよくあるのは敵を見つけた瞬間に体の向きを変えずに直線的に攻めに行ってるっていうのが原因となります。見つけておりゃとすぐまっすぐ突っ込んでいる人は素直すぎますのでとても危険ですね。こういった攻撃をしていると返り討ちに遭いやすくなるんですよね。ではこういった行動を防ぐためにはどうするのかというところなんですが、まずは相手の向きや攻撃の方法を冷静に見る必要があります。もちろん慣れてくればこれは可能なんですが、スプラ自体に慣れていない人っていうのはそれをしっかり見ろというのは難しいかなと思います。そもそも数秒単位で状況変わりますからね。なので簡単な一手間を加えてこの素直を解決していくのがいいかと思います。それは斜め前に動くということです。まずはこれをして相手の視線を動かしながら対面をするようにしましょう。強制的に敵に角度をつけるというわけです。先ほどの話で言うと直線的に来るから狙いやすいわけですよね。これを斜めに動くってことは相手からすると左右に動いてるように見えます。しかもそれで近づいてくるわけですからね、角度がつくわけです。意外と直線的に行くよりも斜め前に動くのって有利な対面になりますので、意識をするところからやっていきましょう。2つ目の気をつけたい素直な攻め方はルート攻めが素直という点です。ルート攻めが素直ということはどうなのかなということを思うかもですが、これは通る場所の広さが問題となります。まずはこちらのマップを見てください。敵陣に攻め込む時のルートをいくつか書いていますが、攻めるときは大体このルートのどれかを通っていきます。攻め込むときとなればこのどれかが確保できたときにルートを進んでいく判断をしますよね。ですがうまくキルを取ったとしてもこの状態でルートを通るとやられるということがあります。これが素直な攻めとなります。ではなぜこの攻め方が素直なのかというと、ルート上の敵しか見ていないというのが原因になるからです。まずルートを進むときというのはそのルートだけでなく周りの高台などポイントを押さえる必要があります。慣れないうちっていうのはこのポイントだけではなく道だけを見ていることが多いので不意をつかれてしまうんですよね。こうなると相手は防衛が成功しやすくなってしまいます。相手からしたら突っ込んでくるだけですからね。こういった素直なルートの攻め方っていうのは守る側からするととても楽なことだと思います。ではこの素直な攻め方を防ぐためには何をするべきかっていうことなんですが、隣のルートを活用するっていうことが非常に大事です。隣を活用するっていうのはルートを通る選択肢を増やして相手に守る場所を絞らせない方法となっていきます。
1つでダメなら2つという感じです。2つのルートを確保できればそれだけ安全な場所は自然と増えます。また守る場所が広くなればそれだけ相手も守りづらくなるんですよね。逆にこちら側は広く攻めやすくなるというわけです。攻める際に1つのルートは取れるんだけど相手に止められるなという時は隣のルートも攻めのポイントにしちゃいましょう。攻めのテンポは遅くなるかもですが、成功すれば大きなリードを得られる可能性は十分であります。この攻防戦が特に大事となってきます。3つ目の気をつけたい素直な攻め方は、攻撃方法が素直すぎるという時です。これはメイン頼りが問題となります。対面する上でメインを使うのはとても大事なことなんですが、メインで倒しきるっていうのはとても大変なんですよね。スプラにおいては HP100 という上限があります。これを削るということを常にしないといけないので、エイム力と瞬発力っていうのが必要になってくるんですよね。しかもスプラの場合はフレーム単位の速さとなるため、瞬間的に対面が終わるので求められる要素っていうのが他のゲームに比べるととても大きくなっています。このことを考えると、初心者や素直すぎる攻め方をする人にとってはメインで倒すというのは非常に難易度が高くなるんですよね。そのため慣れないうちはいかにメインを当てきるかというよりも、メインを当てる前に相手を弱らせれるかが重要になってくるわけです。戦う前から有利を取るという感じですね。メインだけしっかり当てて倒そうというのは時間と練習が必要かと思います。ではどうやって攻撃方法を増やすのかというと、サブのボムを活用していきます。ボムを投げて爆風以上のダメージで30以上削っていればそれだけリードが取れるっていうわけですね。さらに足場も取れていれば相手の動きも鈍るので、動きやすさの面でも有利を作れます。メインだけの場合だと射撃範囲内しか影響がないのですが、メインよりも遠くに飛ばせるボム系は対面を強化してくれるんですよね。でもすでにボムを使っているよっていう人も聞いてる中にはいるかもですが、このボムも投げる場所っていうのが重要となります。その場所は相手の足元になります。足元に近いほど効果を発揮するんですよね。っていうのもボムの影響っていうのは、落ちた場所から円形に爆発を行います。これは上下左右ですね。中心に近いほど強力になっていきます。しかも足元にボムが来ると逃げるために攻撃を中断しないといけないので、脅威の度合いが全然違うんですよね。ですがボム投げに慣れていない人っていうのはボムを相手の手前に置いてしまう傾向があります。手前だとそこから前には確かに出れないんですが、逃げやすいので脅威っていう部分は少なくなるんですよね。だからこそ足元に投げるのは非常に大事となります。その場から逃げないとやられちゃいますからね。強制力が大きく変わってきます。この投げる場所を意識してサブで削っていき、メインでとどめをさせるように攻撃の方向を増やしていくっていうのが大事になるわけです。単純にボムとメインを組み合わせるだけの対面方法になりますが、大きく変わっていきます。これは自分視点というか相手視点で考えるといいですね。敵の対策する選択肢が増えるわけです。ボム飛んできたとメイン飛んできたでは意味が違いますからね。これだけで攻撃としての厚みが増しますので、攻撃がシンプルだな、メインを多用してるなっていう方はタブもうまく使って方法を増やしていってみてください。今回は3つの素直な対面方法について話してきましたが、いかがでしたでしょうか。基本的にどの改善もちょっとした癖をつけるのがとても重要です。敵がいるところに突っ込んでいくわけですからね。そこに対してシンプルに攻めるというよりも、工夫をした攻め方の方が対面のグレードが上がるというわけです。すぐに対面が上手くなるというわけではないんですが、じわじわと後からついてくるテクニックの部分でもあります。失敗してもガンガン練習を積み重ねて少しずつ実力をつけていきましょう。ということでご視聴ありがとうございました。まだまだスプラの動画やその他のゲームを随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。